どうもこんにちは、バイクライドイン東京のトモです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は走行動画ということで外堀東通りを走っていこうと思います。でね、早速こちら鶴巻町の交差点を通過してここからスタートしていきます。文京区のね、早稲田のあたりですね、今は。はい、で終点がね、麻布の方になりますね。東京タワーのもう目の前かなが終点です。でそれまでにね、四ツ谷だったり青山、六本木と交差点を通過していくって感じですね。はい、早稲田鶴巻町東という交差点を通過していきます。でね、このチャンネルではこんな感じでピストバイクでの走行動画だったりパーツ紹介を、動画アップしてるんで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、てな感じでどんどん進んでいきたいと思うんですけどね、最近ねずっとねギア比をね3ぐらいにしてたんですけど、今日はねちょっとセッティング変えてね 2.7 ぐらいにしてみたんですよ。はい、弁天町の交差点を通過していきます。これがなんか早稲田通りと交差してんのかな。はい、そんな感じで通過していくんですが、ちょっと話戻りますけど、ギア比をね3から 2.7 にまた戻してみたんですよ。そしたらねめちゃくちゃ軽く感じるあくまでね個人的な意見なんですけど、めちゃくちゃ軽く感じますね。すごいね、軽快、走りがなんかねピスト乗ってるって感じがするなんかうまく伝わるかどうかわかんないけど、すごいね軽いんですよね。なんかねやっぱ3はちょっとね坂きついからね、ちょっと軽く戻してみようかなって戻したらね、なんか全部が軽く感じますね。当たり前だけど、ちょっと大げさかもしんないけどね、ドラゴンボールのねあの悟空がね、あの亀仙人のところでねクリリンと一緒に修行してた時にあの亀の甲羅背負ってたじゃないですか、重いやつ、あれをね取ったっていう、取ってめちゃくちゃ軽くなったみたいななんか話あったと思うんですけど、ちょっとそんな感じに近いですね。軽いみたいな、まあ重いのもね速いから楽しかったんだけどね、やっぱ軽いのも楽しいですね。はい、市ヶ谷柳町の交差点を通過していきます。ちょっとねニッチな話になっちゃったけどね、やっぱねシングルスピードの自転車ってギア変更ができないからね、ちょっと手間かかるんだけどね、ギア変えるのやっぱ面白いですね。あとやっぱねスキットがね軽い、まあ、この動画じゃねあんまりスキットやんないんだけど、なんか適当に街フラーって乗ってる時にねたまにスキッとやってみたりするんだけどね、それがねすごい軽い。めっちゃいい感じです。はい、坂もなマジで楽だな。やっぱ東京坂多いからね、軽い方がいいかも。でね、道の話にね戻るんですけどね、この道はね前回ね通ったね外苑西通りかなの一本東側の通りですね。
なのでね、明治神宮外苑の方とかまた通りますね、横丁。はい、かっぱ橋坂っていう交差点をね通過していきます。だからね、このね通りもね、都心のねど真ん中をね走る、結構東京っぽい通りだとは思います。なのでぜひ景色も含めて楽しんでいただけたらと思います。坂が多いね。並木町交差点ですね。でもうちょっと行くと四ツ谷三丁目の交差点かな。そうだね、新宿通りとね交差してる四ツ谷三丁目の交差点、四ツ谷三丁目北がここか。あ、であれが四ツ谷三丁目か。はい、四ツ谷三丁目の交差点通過していきます。あ、すごいラーメンのいい匂いした。ラーメンの出汁のいい匂いがあの交差点から流れてきましたねわ、反対側なんかすげえツーリングしてるおじさま方がいる。楽しそう。うわ、え、なんかツーリング楽しそうだな、ああやって見ると。いいなあ。まあ一人だと気楽だけどね、誰かと走るのも楽しそうだな。左門町の交差点ですね。もう今更だけどこの辺りはもう新宿区ですね。でもうちょっと行くとね、あの明治神宮外苑の方に行きますね。今ねいろいろ話題になってる明治神宮外苑ですけどね、木伐採してなんか都市開発するみたいな話になってますけど、ちょっと残念ですよね。個人的には残念だなっていう感じはしますね。本当にそうなっちゃったら、せっかくねなんか都会のオアシス的な感じでいいとこなのに、わざわざ都市開発しなくてもいいんじゃないかとは思いますけどね。ね、空き地で都市開発すればいいのにね。もうすでに完成されたものを別にいじる必要ないんじゃないかなって、まあ、あんまり背景そんな詳しくないんでちょっとこんなこと言ってなんかまた外れなこと言ってるのかもしれないですけど、なんかもったいないなって感じしますよね。合ってるかな、道合ってるよね。あ、もうここから港区なんだ。神宮外苑が右かな。ね、どういう感じで開発される予定になってるのか詳細はまだそんなに見てないですけど、
もったいないですよね、これ。まあ今日ちょっと中入れないけど、これね、この右側のこの感じはどうなっちゃうんだろうね。この通りもいいのにね、すごい。この木の下走るのってやっぱ気持ちいいんですよね。日陰になってるし、涼しいし、なんかこの緑の草木の匂いがなんかすごい走ってて爽快なんですよね。すごい、右側中学校だ、港区立青山中学校だって。すごいね、青山の中学、青山が地元とかだったらすごいよね。なんかマジで都会って感じ。はい、で外苑を抜けてね、ここが青山通りと交差している青山1丁目の交差点です。青山通りはね、別の動画でアップしてるんで、そっちもチェックよろしくお願いします。はい、なんか左公園、これ公園だ、行ったことない。青山一丁目抜けるとこんな公園あったんだ。青山公園、知らんかった。意外にね、東京ってね、こうやってね、意外に緑多いんですよね。公園ちょこちょこあっていい感じですよ。やばい、ちょっと道間違えてたからね、今ね戻ってます。すんません、道間違えましたね。この公園のね、どっちだ、どこを曲がればよかったんだ。この公園の手前に戻るのか。今のがね、さっき通った公園なんですけど、それ戻って、あ、これだ、これ右っすね、こっちだ、外苑東通り。すいません、道間違えました。気を取り直して走っていこうと思います。これ右か。はい、右折してきます。信号に結構捕まっちゃうな。これどのあたりだろう。あ、なるほど、これもうちょっと前に行くと、進むと乃木坂の方に行って、それを通過して六本木に行くって感じですね。めちゃくちゃ都心ですね。今日はね、6月の25日のね、日曜日に撮ってるんですけど、今がね、時刻が9時50分。すごいね、人が少なくていいっすね、午前中。涼しい、そして今日は。木のおかげでね、いい感じに日陰になってて涼しい、めっちゃ快適ですね今日は。
赤坂、もう住所的にはこの辺赤坂ですね。あ、もう乃木坂の駅の方は通過してたっぽいですね。で、どんどん行くと六本木の方に行くと、もうミッドタウンだ、ここは。左がミッドタウンですね。で、右行くとね、新国立美術館の方、国立美術館の方に行きますね。左がこれミッドタウンです。もう六本木ですね。めちゃくちゃ人いない。なんでだろう。おう、危な。対向車危なかったね今。全然人いない。午前中だから。はい、六本木の交差点ですね、これが。はい、六本木通りと交差している六本木の交差点を通過します。六本木通りはね、別動画でもうすでにアップしてるんで、またそっちもチェックよろしくお願いします。はいはい、走っていきます。おお、東京タワー見えてきたよ。これさ、前撮ったよね。撮ったよ気がする、ここ昔の動画で。おお、いいね、いい眺めだね。バッチリ映ってっかなこれ。はい、だもう着いちゃうね。走り切っちゃうよ、もう。麻布通りっていうのと交差するんだ。ため池五反田。これがね、麻布通りっていうのとね、交差してるとこらしい。イーグラ片町、イーグラ片町の交差点をね通過しましたね。おまわりさん警備してましたね。もうどん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 近づいてきたよ、東京タワー。テンションなんかね、近づいてくるとなんかテンション上がるね、東京タワーって。おお、何なんだろうね。うわ、なんかめっちゃ工事してる。なんだこれ、なんか冷て、なんか何今の。今なんかさ、動画じゃあんまり伝わりづらいけど、なんかすごい水しぶき上げてた今の車から。冷た、大丈夫、あの水浴びて大丈夫なの。冷たかったな。おお、はい、これがね、桜田通りと交差してるね、イクイクラの交差点ですね。はい、外苑東通り、これで完走しました。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ではこの東京タワーとともに本日はこの動画を終えたいと思います。はい、じゃあ皆さんよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。